皆さんこんにちは。旅するアーティストタリキペインターの地球です。現在ね、札幌に来ております。というかまあしばらくは1ヶ月ぐらいはこの辺に滞在する予定なんですけど、今朝ニセコ出て、そうですね、昼過ぎに着いていろいろと病院行ったりとかして今宿にいるんですけど、今日はですね、その道中とかではなくって、まあ、かなり前の昔の映像をちょっと見てもらおうかなと思います。2011年かの1月20日かな21かな、大寒という日があったんですけど、その時のライブの中島公園で雪中ライブをしたんですけど、前に多分それは話をね、話だけ今年のそれこそ1月の大寒の日に話したと思うんですけど、それの映像を見てもらおうと思いますので、ぜひご覧ください。もうやるわ。ではお願いいたします。
ミスター地球イエーイ。だけど残念だな。ナイスパフォーマンス。ということで、大観ライブの映像を見てもらいました。懐かしいなっていう感じがやっぱり自分でもするんですけど、っていうか若いなっていうのもありますけど、まあ、髪も長いし、ひげも生えてるし、ちょっとね、最初の、始まる前の、なんか、やるわ、みたいな言ってると、ちょっと恥ずかしいんですけどね。まあでも、そこもちょっとカットせずに、せっかくだから載せたいなと思って、当時はね、結構、いろんな人が手伝ってくれて、撮影してくれたのが、聖夜君って言って、まあ、その、あのバイト先のね、人なんですけど、バイト先の同僚、まあ、ほとんどはあそこで集まってくれた半分ぐらいバイト先の同僚で、そうですね、あのなんだっけ、あ、ジャンベタ大したのも、アキラっていう一島アキラと今、ですね、厚真町というところで農家してるのかな、だったりとか、まあ今他の人どうしてるかわかんない人がいるんですけど、会ってない人がいるけど、まあね、あの2010年に、まあ、厳密に言うと、この前の、見てもらった佐世保の、
選手、最優先滞在政策があったと思うんですけど、その時のね、あの滞在政策のあと、まあ北海道に帰ったってとこまでは話したと思うんですけど、帰ってで、まあ年明けて2010年の1月の割と初めのくらいからね、またバイトを、まあ何もしないわけいかんのでバイトを始めたんですけど、その時に入ったコールセンターが結構いいとこで、まあ結局1年半まではいか、1年4、5ヶ月ぐらい続けたのかな、多分あれもっと続けれてたのかもしれない、まあ、でもちょっとその時迷ってたんでね、続けるかやめるかを迷って、で結局まあそのいい機会ということで辞めたんだったかな。あの人間関係はすごい良かったんですけど、なんせあのそうですね、まあ某、まあ、某って言ってもあれですけど、光回線使った、サービスの営業の電話をかけるって、まあ、いわゆるテレアポの仕事をしてたんですけど、まあ割と僕は取れる方のチームにはいたんですけど、やっぱね日々無言のプレッシャーというか、別に取れよと言われるわけでもないんだけど、やっぱ取れなくなったら、どうしてもこういられないのかなみたいなのって、なんかそういうのがプレッシャーがあったりすると、まあ確かに足切りみたいなのもあったりしましたし、っていうのでなんかやっぱりね、そういうプレッシャーで、まあある意味刺激にもなるんですけど、なんていうか、ね、ちょっとだんだん一年以上やっていくと、それがちょっと大きいつでもなってくる部分もあり、なんていうかちょっとこう真面目に考えすぎたんだと思うんですけど、みんなね割とそこは割り切ってやってるメンバーが多かったと思うんですが、まあ、ただやっぱコールセンターというね、そういう場所柄という特性となんていうかな、うん、結構過去も自由なので、僕のまあ髪見てもらっても長い、まあ、伸ばしてったっていうのが正解なんですけど、伸びて長くなったっていうのが正解なんですけど、まあ、あと結構長かったり、まああのね、ジャンベ叩いたアキラも髪長かったですし、割とこう、うん、その辺ヒゲもそうですけど自由な感じで、でバンドやってる人、バンド率も結構高かったかな、あの、まあ、ミュージシャンというかね、なんだろう、まあ、バンドやってたり、あとはヒップホップの人もいたりしたのかな、ちょっとあんまりこうその時は、まあでもあの DJ をやってたりとかね、あので結局その後このライブの後ぐらい、2011年になってから結構ね、そういう、この前、それも紹介して、ちらっと映りましたけど、クラブゲットで二条市場の近くのクラブを使って、やったりとか、企画、自主企画みたいなパーティーをやったりとかしたんですけど、その時、まあ一緒にやった仲間、何人かね、いて、という、まあ、すごくね恵まれた環境ではあったんですけど、その辺のメンバーで、まあ、2010年ずっと過ごしてきて、でまあねちょっと2011年ずっとこういろいろやりたいな、まあ、2010年に一回僕沖縄で、友人が、まあ、主催というか運営に関わってた、フェスに参加して、やっぱそこでちょっとさらに勢いついたというか、でまあ2011年でちょっとやりたいことがあってっていう感じで、いろいろとまあ攻めに出たというかね、北海道でもできることあるんじゃないかということで、でまあライブをやるにしても、なんかもっと北海道らしさってなんだろうみたいなところで、あの雪の中でやるっていうのを選んだんですよね。かなり寒くてもう10分くらいで終わっちゃったんですけどね、まあ見て10分ぐらいだったと思うんですけど、っていう感じでね、いろいろやってたという内容のものでした。ちょっとすいません、時間またね、ちょっと2回に分けて明日もこの話続きをやっていきたいと思うんですけど、うん、もっとちょっと背景というか話していきたいなとは思うんですが、まあね、このその1月の時も結構話したとは思うんですけどね、まあ改めてちょっと振り返りながら、ちょっと重複する部分もあると思いますが話していきたいと思います。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。旅するアーティスト、タリキペインターの地球でした。どうもありがとうございました。